ラネット TV の高木幸恵です。コンタクト、今回は土屋豊さんとともに映画関連の話題をお届けします。東日本大震災2週間後の仙台、東松島、石巻を記録したドキュメンタリー映画大津波の後にが現在公開されています。今日のゲストは監督の森本修一さんです。森本さん、よろしくお願いします。大津波の後には、はい、10月ですか、はい、10月の山形国際ドキュメンタリー映画祭でも上映されて、はい、すごい反響があって、で今も都内で公開されてて、まあ、お客さんの入りもいいようなお話も伺ってるんですけど、まあ、そういう意味ではこういう映画を見たいっていうお客さん人たちが多くいるということだと思うんですけど、はい、まあ、今日はあえて何だろう、話をこう深めるためにですね、震災を撮るドキュメンタリーっていうのは必要なのか、必要だとすれば誰にとって必要なのかみたいな話を短い時間ではあるんですけど、はい、させてもらえればと思ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまずは映画本編から少しご覧ください。行方不明の方まだたくさんいらっしゃいますもん。行方不明の方がまだたくさんいるから、うん、うちでは弟も亡くなったから、弟の方はもう実家の方に預けてきたけども、これ遺体は仮埋葬してもらう市役所でね。3人兄を見て4人亡くなってんの。こういう子供たちです。はい、ほらほら、これとこれ、いいの見せになったり、ほらほら、あ、これだ、これがしおりだ、しおりって、これもこれ、これ香る、これ違うがね、もっといいなんだよ、これほらほら、これこれ、これもほら、これも2人とも持ってきてくれって頼まれたから、かわいいでしょ、ね、もう悲しくて悲しくて。おいくつだったの？3年生と5年生この学校、うん、ここに流されたな、持ってきてくれって言われて、そしてあっちの方で上がったって聞いた。上野ってうちの田んぼあたりだね、こっちに向こうなんです。もう嫌になっちゃう、本当にもう帰る、申し訳ないですが、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。俺もできれい気づきせず2回ほどあったんで、皆さんに光を与えるために頑張ってもらいたいと思います。卒業おめでとう。今ちょっと見ていただきましたけども、はい、映画昨日僕DVD で見させてもらって、本来だったらでかい画面で見た方がいいっていうお話もあったんですけど、す、ね、直後10日後でしたっけ、入られたのは、東京を出発したのが10日後で、映画自体は3月23日から4月1日までの記録になってます。なるほど。で、僕が一番記憶に残ってるのは、はい、大川小学校だったかな、小学校の中のこう悲惨な現場をですね、はい、ある夫婦と思われる人たちが、はい、なんか探していて、はい、それを撮ろうと森本さんがしたところ、ちょっと今まだ整理ついてないんで勘弁してくれみたいなことを言われた後、はいはい、ご自分の撮影している風景を鏡にこう撮って、はい、カメラで自分が撮ってるのを鏡に映してそれを撮ってるっていうシーンが、はい、まあ、数秒間インサートされてたんですけれども、鏡越しに自分を撮ったっていうのはなんでなのか、はい、であのカットが必要だったのかどうかみたいな、すごい変な言い方すればなんか言い訳してんのかみたいな、はいはい、その辺のところを、うん、ちょっと、まあ、今日はなんだろう、最終的にその意味みたいなことを
お話できたらいいなというふうに思ってるんですけど、はいはい、まあ、そのことを聞く前にですね、まずはじゃあなんでこう今回のこの震災を311にあった以降、10日後出発して撮ろうと思ったのかっていう、はい、その動機みたいなのからまず聞かせていただきたいんですけども、あの直接のきっかけは僕は石巻とご縁があって1年に1度はあの伺うあの町だったんですけれども、うん、あのそういう意味であの知り合いもいて、震災直後連絡がつかなくて、悶々としてた時間があったんですけれども、それに加えてあの僕自身は10代を静岡で長く過ごしまして、あのいつ東海大地震が来てもおかしくないよっていうあのことを学校でも言うし、まあ、行政も言うし、まあ、そういう環境の中で育ったんですけれども、やっぱりいつ来るかわからないものだったので常に意識しているわけじゃないんですけれども、3月11日は僕東京の自宅で迎えたんですけれども、うん、あの揺れをやっぱり経験した、ああこれは震源は静岡じゃないか、東海大地震が起きてしまった、両親とか家族が住んでるので、うん、すぐにも連絡取ったりテレビをつけたりしたんですけれども、うん、そしたら宮城県沖だというふうな話で、まあ、二重の衝撃もあったんですけれども、そういうもろもろの理由がいろいろ加味されて、そうですね、で僕のジャーナリストの知り合いなどはもう当日出発して翌日に入ったりして、もう情報をそれぞれの手段で発信していたんですけれども、なんかすごく僕はそういうテレビとかの情報に接していてすごい無力感があって何もできないなっていう、だから何かできるって思うこと自体また傲慢かもしれないんですし、できるとも思わないんですけれども、一方でなんかもどかしさは感じていて、で原発の問題ももうすぐに発生して、これはもう日本がこう一つカーブを曲がってしまったなとい う, こうそのカーブを曲がった先に何があるのか誰もわからない異様な時間と空間が、その3月にそれは東京にいても被災地と呼ばれてしまう場所にいたとしてもあったと思うんですよ、うん、こうあの時期あのニュースに接した方たち、あの被災地から離れていても何らかの余波はその物理的にも精神的にもあったはずで、うん、それをこう、まあ、僕も直感的にあの報道を見ていて、これは批判という意味ではないんですけれども、やっぱりこうどれだけ悲惨なのかということを伝えようとか、こうその中でも頑張っている人たちがいる、感動的なエピソードがあるという方向に報道がこう少しずつ行くだろうなという気がしていて、悲惨さと感動さのなんかこうもっとこうグレーゾーンというか、声なき声とまでは言わないですけども、僕自身も本当にただの普通に生活している普通の人間なので、そういう方たちがなんだろう、こう物語に回収されない思いを持ってるはずじゃないか、そういう悲惨さとか感動みたいなのは、そういうものは知りたいというのもありまして、まあもろもろの準備をしていろんなこう条件があって、まあ、出発することになったんですけれども、はい、そのメディアの報道を見ていて、なんだろう、分かりやすさ、悲しい物語なら悲しい物語、再生の物語だったら再生の物語っていうふうに分かりやすくこう物語化されていることに対して違和感があるから、自分でそれを現場を見てみたいと思ったってことなんですか？そうですね、そういうところはあったと思います。僕自身があの時3月11日の時点で40歳だったんですけれども、それまで、まあ自分なりに生きてきて、どんなに大きな出来事が起こっても、例えばオウムのサリンの事件があったりとか、イラクの人質事件があったりとかしても、やっぱり半年経つと報道はやっぱり風向きが変わるし、もう報道すらされなくなっていく、あんな出来事あったっけぐらいにこうメディア上の印象はなってしまうこともあって、もしかしたらこれだけの出来事だけど震災にまつわることも半年や1年経ったらそうなる可能性はあるなという、まあ、もちろんそうならない方がよかった、いいし、そうなってほしくないんですけれども、うん、そうなるとこうやっぱり自分自身の目で確かめないと、でその方、僕の知り合いの方たちの消息も、まあ、行けば分かるわけではないんですけれども、うんうん、近い方が情報も入りやすいだろうというのもあって向かったんですけれども、まずはじゃあどうなんでしょう、頭の中ではそう見たいっていうことと映画にするんだっていうのの感じは どんな感じだったか。映画というものはやっぱりある程度の長さも必要ですし、うん、それだけのこう撮影をするつもりはなかったんですよ、うん、僕は以前
取材をしたあの映像をテレビ局でこう提供して使ってもらうというようなことをしてきたことがあるので、もう撮影するとしたら発表するとしたらそういう手段はあるだろうなとは思ってたんですけれども、それが目的でもなかったですし、だからあの向かって最初の時点で仙台に着いた時点で僕の知り合いがこう消息が分かったんですよ。であの皆さん無事だということが分かったこともあって少しあの撮影をしようという気持ちにもなったんですけど、一方で最初に入った仙台の荒浜地区という場所の、まあ、映画は時間軸でつないでいるので冒頭に来ているんですけれども、やっぱりあの場所に立つとこうもうどんな理屈もちょっと通用しないというか、まああの一瞬無感覚になるというか、その無感覚さがないともう その場にいられないというか、その震災した方、いや被災した方はもうあのその場所には住めないので避難所にいらっしゃったんでほとんど無人で、そこには自衛隊の方とか消防の方が捜索活動をしている状況なんですけれども、だからある意味異様に静かで、だけどもこうここに人が住んでたっていうことの痕跡が破壊されてる世界だったんですけれども、で最初撮影をしていくうちにこうやっぱり風景ばっかり撮ってしまうというのはやっぱり人にカメラを向けることが怖かったんですよね。その被災した方にどんなお気持ちですかとも聞けないですし、その方がどんなこう被害を家族を亡くしていらっしゃるかもしれないとかを考えると、あのインタビューという形は撮れなかったんですけれども、映画の中に出てくる最初 あの人物というのは僕があの風景を撮影してたらそこに見回りに来た方で、あのまあある意味成り行きでカメラを向けてしまったんですけれども、あのある時点でやっぱりこの被災地って呼んでしまいますけど、そこの瓦礫とか呼んでしまうけど、それはもう生活その人にとってはすごく大事な家だったりこう場所だったりしたわけで、そういうところに人がいたんだっていうことを思い出さなきゃいけないなというふうな気持ちになって、人を取らなきゃと思ったんですけれども、その、まあじゃあ人にカメラを向けることはまず最初の時点ではなんかちょっとためらいもあったと。でその上でまあいろいろ風景、もう圧倒的な風景を目の前にして、あのまあなんでしょうね、いろいろまあいろんな意味で心が動かされ、人の話もっていうことの流れだと思うんですけど、それを僕が知りたいのはですね、あの自分で話を聞いてみたい、自分でその風景を見たまではいいんですけども、これを作品にして伝えたいっていうふうに思ったきっかけっていうのはどっからなのかなと思うんですよね、聞きたいんですよね、そこを。あの映画の中で僕がもうあのこの人の話を聞こうと思って最初に聞いた方が、3ヶ月のお子さんを流されてしまったというお父さんだったんですけれども、津波の時点ではその職場にいらっしゃって、お父さん自体はそのお母さんの手からその3ヶ月のお子さんが流されてしまったという、お父さん自身もその津波を見ていないし、お子さんが流されてしまった場面にはいなかったんですけれども、まあそのせいもあるのか、どこかこうなんか夢見心地な感じで僕と会話をしていて、なんかこう世間話の中からスルーッとそういう話が出たんですよ。逆にこう嘆き悲しんでこう涙を流しながら訴えるような物言いじゃなかったからこそ僕にとってはショックで、やっぱりあの3月の頃にああいう話はもう本当にそういう話がいっぱいあって、だけどこうそのお話を撮影してる時にこれはこう切りたくないな、あんまり編集したくないなと思ったんです、あのできればもう最初から最後まで聞いていただきたい、あのそれはこの映画と呼ばれてしまうんですけれども、中で僕自身が思ってるのは僕が見たものを見ていただきたい、そこに僕の意図とか、それは編集とかそのカットの選択で僕の意図は働いてるんですけれども、それで僕とその会話した方たちとのコミュニケーションなので、僕という作用は必ず働いてるんですけれども、一方で僕が見たものとか僕が伺った話というのは僕一人が見たり聞いたりするだけでは、まあ、あのもったいないというと変なんですけれども、まあ、それがどれだけの価値があるのかというのはやっぱりこうやっていろんな方に見ていただくことでしかわからないことなんですけれども、でもどこかでこれは何かも伝えなければいけないな、僕はそんなにこうあのずっとドキュメンタリーをやってきたわけでもないですし、こうジャーナリストでもないので、その伝えるというよりは自分で創作する物語を作ってきた人間なんですけれども、
これはもう僕というフィルターを通してはいるけれども、そのできるだけそのまま見ていただきたい、だからナレーションも音楽もつけてないんですけれども、うんうん、まあ、その感じはすごく伝わってきて、なんだろうね、さっき言った再生して頑張るぞ、悲しいぞ、嘆き悲しんでるぞじゃないグレーの部分の、なんだろう、何とも言えない感じっていうのはそのまま丹念に撮っていて、そのことはそのままストレートに伝わってきて、僕はもう本当に何度も泣きましたけど、昨日あれを見て話を聞いて。だけどなんで なんつったらいいかな、それすごい悲しい、だからこそ悲しく見えて何度も泣けるんだけども、泣いてどうしようっていうか、うまく言えないんだけど、確かに悲しい物語ですと、悲しい物語を見れました。その上でじゃあこの映画は何をこう訴えてくるんだろうっていうのをこう期待して見たんですよ。悲しい出来事は伝えてくれたんだけど、まあそれは変な言い方すればそれはもちろん悲しいよね、いろいろあるよねっていう話になると思うんで、で途中、まあ、そういう思いで見たところ、ちょっとシーン忘れたというか、おじさんが出てきて、この悲惨なシーンを、シーンかこの場所をもっと知事や市長は現場で歩けと、でとにかく怒りながら嘆き悲しむみたいなシーンがあったと思うんですけど、それでもっと悲惨な場所を見ろみたいなことを言って、こう向こうの方に去っていくシーンがあって、その後この映画そのものがどん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 、なんだろうね、映画の構成的には悲惨な場所へっていう風にこう向かっていくように僕には見えたんですけども、その後じゃあ、映画はその人の、なんだろう、その怒ったおじさんの代弁者としてなっていくのかっていうふうにも思ったんですけど、うん、そういう構成にもなっていなかったっていうのがあって、むしろそれは良かったのか悪かったのか何とも言えないですけど、まあまあその辺のこともあるんですが、またま他にもまとめてる部位があるので、ちょっとまたそれをご覧いただいて、最後のお話に行きたいと思うんですけど、震災の取材をしている森本といいますけれども、学校の関係者の方、家族です。昨日まであそこにランドセルとかいっぱいありましたけど、いろいろお子さんの名前とか拝見したんですけど、うちのはまだ見つかってないです。多分しょったままなんじゃないかな、まだ、まあ、まだ小学生が帰ってきてないという話なんで、じゃあ迎えに行くかみたいな簡単な気持ちで徒歩で歩いてきたんですけども、まあ、歩いてくる途中にこのいろんな人から話聞きますよね。小学校さ行っても無駄だぞって言われんだけども、やっぱ自分の目で確かめないと納得できなかったんで、来てみたらもうこりゃ
一人の父親と一緒に、同じ地区の父親と一緒に歩いてきたんですけども、二人で泣きながら帰りましたよ。ずっと泣きながら。はい。まあやっぱり ああいうなんだろうね、お父さん、あの両親のことを、まあ、目の当たりにすると本当にはあっていう感じになっちゃうじゃないですか。そのはあっていうのを見てどう思えばいいのかって、どう思えばというかな、あのこれはすごく、うん、あの乱暴な言い方かもしれないんですけれども、うん、僕はこの映画の一つの、まあ、僕の勝手な思いとしては、うん、見た方に混乱してもらいたいという気持ちもあるんですよ、うん、これはあのいわゆる映画としてそういうものを、そういう態度がいいのか、うん、悪いのかと僕は分からないし、まあ、議論するべきだとは思うんですけれども、うん、でもなんだろう、情報や教訓を映画に求める人もいるし、それは言ってもいいし、情報のための映画とか教訓のための映画とか思想のための映画って全然僕は好きですし、見ますし、いいんですけど、僕自身はそういう映画を作るつもりはこの映画に関してはなかったんですよね。僕、復興という言葉皆さん使ってらっしゃって、復興はするした方がいいわけですよね。もちろん復興してほしいとも思ってますけれども、どっかで復興できないものがあるんじゃないかっていうのは3月からずっと思ってるんですけれども、多分それは心の問題になると思うんですけれども、じゃあですね、そろそろ終わりに向かって話を進めなきゃいけないんですけども、時間短くなっちゃってで、まあ、あの、まあ、最初に話した、さっきもあの V の中出てきましたけども、はい、鏡で自分を映すっていうシーンがありましたけど、あれに込めた、もうそんな僕は今偉そうにいろんなこと聞いてますけど、僕が考えたことなんて森本さんはもうどんだけ考えたかっていうぐらい考えてると思うんですけども、じゃああの鏡をやっぱり入れる必要があると思って、じゃあ最終的に入れたと思うんでからあるんですけど、どうなんですか、あれの意味。あれがないバージョンも上映してみたことがあるんですけれども、で、賛否両論なんですよ、あのカットは、で僕自身もそう思ってるし、あのカットが映画の切れ目、映画に切れ目を入れてしまうかもしれないとは思ってるんですけど、一方で、いわゆる一般の方をこういう形で強い言い方をすれば晒してしまうことをしている中で、まあ、誰も僕の顔なんか見たくないと思うんですけど、それでも自分自身の顔を出しておくというのは、まあ、自分の中でのまあ自己満足かもしれないですけど、ある種のフェアネスみたいな部分はあるんですけれども、それとやっぱりあのお母さんみたいに申し訳なさそうに撮るなと言われた方が僕は答えたんですよ。撮るなっても強く言われたり、物を投げられるぐらいの方よりも、向こうが申し訳なさそうに僕を断られて、僕はなんてことをしてるんだろうってあの時は思いましたし、もうこれ以上撮れないなと思ったんですよ実際。このあと続く方がとにかく僕じゃなくてもいいから、とにかく誰でもいいから、僕はその時僕はカメラを持ってたから撮ってくれって言って、写真を見せてくれたお母さんたちがいるんですけれども、そのお母さんたちと出会ったから、もう一回出会ったから、また人を撮ろうと映画の後半につながるんですけれども、だから今上映をしていて思うのが、普段映画館に渋谷に映画を見に来ないような80代の方もいらっしゃったんですけれども、やっぱり岩手とか宮城とかそういう福島とか被災地にゆかりのある方が多く来てらっしゃる印象があるんですよ、そういう方たちは3月に行きたかったけど行けなかった、体の問題だったり物理的な問題だったり、だから今それをすごく見たがってるというものを、僕は最初からそういう方たちが見ると思って上映をしようと思ったわけじゃないんですけれども、そういう方たちがすごく見てくださってるというのは実感としては受け止めてるんですけれども。なるほど、分かりました。まあ、なかなか結論全く出ないですけど、なんとなく僕が話聞いておぼろげに分かったのは、その最初に言っていただいた分かりやすい物語に回収されないものを残しておくっていうことで今日こうやって話もできてるわけだし、いろいろもちろん、まあ、簡単な言い方すれば考えさせられるってことで終わっちゃうんだけど、そういうことをとても、まあ、簡単に言えば考えさせてくれる映画だったので、いろいろ皆さんもいろいろ悶々とこの震災以降抱えているものを
みんなが持ってると思うので、はい、そういうことをもう一度こうなんだろう整理でもないけど考え直すきっかけとして、うん、この映画はぜひ見ていただき来たいなというふうに僕も思いましたので同時上映している映画があるんですけれども、はい、土音という作品なんですが、うん、これは実際に岩手の被災地の出身の監督が自分の家族と故郷について作った映画なんですけれどもやっぱり僕は外から来た人間で彼は被災地をよく知る人間であまりにも一本の映画で語りきれる出来事ではないのでやっぱり違う視点で日本を見ることでまた広がりがあるというふうな声もいただいてますので、うん、12月2日まで劇場渋谷でやってますのでもし見ていただけたらと思います本当に見ていただいた上で何を言われても僕は今回は構わないと思ってますので、うん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 、そういう映画だと思ってますのでなるほど、はい、分かりました短い時間でしたけどもいえどうもありがとうございましたありがとうございました、はい番組の終わりにアワープラネット TV で行った11月19日の10周年の記念のパーティーの模様をご覧いただきながらお別れしたいと思います、それではまた来週今年というかこの10年を振り返りますと、まあ、インターネットで、当時はまあブラウドバンドもなかった時代に始めてこれだけまあ映像を使って世界中が変化して日本だけはちょっと遅れているか他の国とはちょっと違うかなと思っていたのがこの半年で大きく変わろうとしていますブレないで変わらないで世界を変え続けていく社会を変え続けていく地域を変え続けていくっていうことをしているもう最近若い人はね全然テレビなんか当てにしていないほとんどインターネットを情報源にしているっていう話を何度も聞いていますとにかく乾杯本当にいろんな種類の情報があってみんなが見比べて頭で考えられる社会は死んでも維持しなきゃダメですからもう本当に